今日はなんか久しぶりになんもないと思って一日ちょっともう朝からもう大掃除したのとめちゃくちゃ汚かったよお部屋でその後散歩しながらいろいろ買い物をしてしまいましてなんかたまに行くお花屋さんがあってなそこで可愛いお花を見つけてしまってさそれで可愛すぎて買っちゃってんこれが一番今日開けるの楽しみやった見てチューリップあチューリップとこれはずっと欲しかったんなたまたま むっちゃミニミニサイズのコチョウランがな見つかってなそれをなもう思い切って買ってしまった見てわかるかわいいめっちゃかわいいこれで980円ぐらいやっためっちゃかわいくないかわいすぎるでこれをなんか今これさ下さこういうのついてるんやけどさこれでもいいんだがなんか100均でささっきこういうさこういうの買ってきたからさこういう感じにしちゃってさこういう感じにしちゃうみたいな可愛くないって思ってさ買ってきたでこれ今ちょっとさ紐がさこういう感じやからさちょっとおださめやけどさこれをリボンとかにしたらむっちゃ可愛くなると思うんだよなっていうのを今からやります明日テイラーのライブがあるからあかりちゃんが東京に来ましてイエーイ原宿のイケアでちょっと物色しながら新しいソファー欲しいねんなソファーは買わへんかもしれへんけどクッションとかなんか買えたらええなと思っていますで糖分補給な迷った東京いやでもすんなりいけたゆうちゃん、なんかたまたまキャラクターストリートで東京駅のところそうに一回行ったことあるところやったから、そのままポップアップストアで行きました。セリヒミル、何それ？何にかかったの？そんな買ったの？え、でも欲しいやつなんかこう開いてへんやんこれ開けんの今から開封いやもう開けろこの漫画が好きでゲットできてよかったですね嬉しいです